はい。えー、以上で大体ですね、あの、肉眼の世界っていうのは終わってくるかと思います。まあ、個人差はあるとは思うんですが、大体人間はですね、1ミリメートルよりも小さいものあまり見えません。私はよく見えませんけれども。はい。というわけで、まあ、1ミリメートルよりも小さいものというのは、多くの場合ですね、顕微鏡を使って見ることになります。というわけで、まあ、肉眼の世界から顕微鏡の世界へ移ることにします。 であの顕微鏡の世界でですね、まずの出てくる世界、まあ、これは中学校や高校などでね、やる方多いかと思いますが、まあ、微生物の世界ですね。微生物の世界があります。で特に、まあ、微生物の世界で、まあ、理科教材などでね、美しい形の事例としてよく取り上げられるのが、まあ、このボルボックスですね。ボルボックスになります。これか。えー、ボルボックスになりますね。非常に綺麗ですよね。 でえっと、これ何かということなんですけれども、ちょっと教科書の方を見ていただくと、そうですね、まあ、大きさがだいたい0.2から0.8ミリメートルということが、えー、書いてあります。まあ、池や田んぼなどにね、普通に生息しているということが、えー、書いてあります、ね。ということで、あともう一つ、このだから0.2から0.8ミ、mm、リメートル、1ミリメートルにも小さな世界で、これですね、肉眼で見ると、点にしか見えません。 で私はこ,れここまで見えないですね。これがあるってことは肉眼でも分かります。でもこういう模様までは分かりませんね。だからまあ、これはもう完全にもう顕微鏡の世界ということになります。で、それとあとちょっとね、これは何かということなんですけど、ちょっとこれよく見ていただくと分かるんですけども、これ、これと同じような形をしてますよね。そうですね。実は、このボルボックスね、成長すると、 これ中これ子供なんですよ。子供がパキッと親を破って出てくるんですね。だからこれ子供なんですね。でしかもさらにこの小さな点がありますよね。これ孫なんですね。だから子供が成長して出てってそしてまた大きくなるとこの孫がさらに大きくなって親をあの破って出てくると。まあそういうような感じでえっとまあ親をですね突き破ってまあ子供たちが出てくるですね。まあ、そういう微生物になります。 で、これ大変ね、今日き綺麗なので、結構ね、理科教材として使われています。で、あの、大きさの方ですけれども、まあ、ボーボルボックスっていうのは0.2から 0.8mm とね、教科書に書いてありましたけども、まあ、というわけですから、これ 0.1mm なんですが、まあ、この 0.1mm のことを100マイクロメートルというふうに言います。えー、マイクロって何か、えー、っと、1マイクロメートルっていうのがですね、えー、っと、1000分の1ミリメートルか。 だから、1000マイクロメートルが1ミリメートルなんですけども、まあ、だ100マイクロメートルなら10分0.1ミリメートルですけども、まあ、このマイクロメートルという言葉を使って表すこともあります。そうすると、まあ、ボールボックスっていうのは200から800マイクロメートル程度ということになります。で、あと、10の何重かで表すと、まあ、これの10分の1なので、10のマイナス4乗メートル、もしくは10の4乗分の1メートルと、えー、いうことになります。ね。 はい。というわけで、ここら辺は顕微鏡でまあ見える世界ですね。で、さらに言っても顕微鏡で見えますね。で、さらに言っても顕微鏡で見えます。で、この1マイクロメートル、2、3マイクロ程度、マイクロメートルのところには、まあ、赤血球がありまして、ここら辺まではね、あの、まあ、顕微鏡で、まあ、なんとか見ることができます、えー。しかしながらですね、あの、顕微鏡っていうのは、 いくらでも小さいものが見れるというわけではありません。まあ、ちょっとあの言葉を正確するために顕微鏡というよりも正確に言うと光学顕微鏡ですね。光学顕微鏡というのはいくらでも小さなもの、例えば原子とかそういったものが見えるわけではありません。原子といったものは光学顕微鏡で決して見ることができません。まあ、別のものを使います。な、え、ん、ー、でかそれについて説明していきますが、あの、レッスン3でー詳しく学ぶ予定ですが、まあ、私たちが見ている光ですね。 太陽の光、虹の光、こういったものというのは実は大きさがありまして、大きさがですね、まあ、ここには380から780ナノメートルというふうに書いてあります。えー、っと、まあ、そうですね、えー、っと、まあ、10のマイナス70メートルってあって、これが100ナノメートル。えー、っと、ナノメートルっていうのはですね、 そうです10、ね、のマイナス90メートルが1ナノメートルでありまして1マイクロメートルといったものが1000ナノメートルですね。ただ1マイクロメートルだったら1000ナノメートルですけれども。はい。というわけでまあ可視光というのはマイクロメートルというと0.38から0.78マイクロメートルナノメートルというと、えー、っとまあ380から780ナノメートルということになります。 で10のマイナス何とか乗で言うと10のマイナス6乗から10のマイナス7 0ル程度ということになります。あそうですねまあちょっと教科書の方にも書いてありますがまああの、まあ、大きさっていうのはこれ光の波長ですね光の波の波長の大きさのことを、まあ、光の大きさというふうに言ってますが、えー、そうですねそれが、まあえー、3.8×10 のマイナス70から 7.8×10 のマイナス7トル、まああの380から7 8 7ル 0.38から0.78マイクロメートルですね。波長の長さがそうなっているということになります。で、えっとですね。だから、その範囲ですね。まあ、その範囲の光が私たちに見える光と、えー、いうことになります。つまり、私たちが見てる光というのは、まあ、だから、今回ですね。10のマイナス7乗と10マイナス6乗の間の光を見ているということになります。はい。するとですね、話を元に戻しましょう。えー、顕微鏡では小さな世界が見えない。 正確には光学顕微鏡ですね。と言ったんですけども、あの、私たちが見ている光の大きさというのは、今説明した通り、その波長が 3.8×10 のマイナス7から 7.8×10 のマイナス70メートル程度なわけですね。ですから、その光よりも小さなものは光では見えないんですよ。ね。それが光学顕微鏡の限界です。光学顕微鏡というのは、光よりも大きなものしか見えない。光よりも小さなものは光では見えないということになります。 というわけで、まあ、光の波長が光の大きさが、えー、顕微鏡で見える世界の限界ということになります。はい、えー、じゃあさらにまたね小さな世界に行きたいと思いますけれども、まあ、どん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 小さくなっていくとですね、まあ、これ1ナノメートルとありますけどねナノメートルの世界というのはいろいろ分子とかですね分子高分子などがまあ数ナノメートルとかまあなんとかナノメートルですねという大きさになります。 で、さらに小さくなっていくと、1ナノメートルよりも小さなもの。まあ、この10分の1の大きさを、1オングストロームというこれ A になんか丸書いてオングストロームと読みますが、1オングストロームというふうに言います。これは10、10のマイナス10乗メートルのことです。で、10のマイナス10乗メートル、1オングストロームの世界というのは何があるかというと、原子です。原子っていうのは、大体が、1オングストローム、10のマイナス10乗メートル程度の大きさと、 いうことになります。はい、以上でですね、まあ、肉眼の世界から顕微鏡の世界、そして分子原子の世界まで行きました。えー、その先の世界はですね、この次の動画で学んでいきたいと思います。